したよ。はい。あ、いえいえ。じゃあ、ありがとう。イエイ。こんばんは。イエイイエイ。こんばんは。え、評論家？誰が？何が？評論家来たって言われて。私評論家なんかな。なんかこれ絶対他のメンバーになんか話が出た気がする。怖い怖い怖い。え、評論家なんですか？え、でも今日評論家の話したのってちょっとやばい話しかしてないんだけど、まあ置いとこう。え、何の評論家？こんばんは。コンプラ、コンプラか。あせあせ。うわ、やっぱリンカちゃんが言った。もう何でも言う。リンカの体評論家沖さんって言って。まあちょっとその話は置いときましょう。何の話ですかね。後で教えてください。え、サヤに、直接分かった、こんばんは、お疲れ様です。お疲れ様です。ツアー終わりました。終わりました。疲れましたね。いやー、ほんと発表なかったですね。すごい待ったのに。あんなに待ったのにないことあるんだね。ほんとに発表あるのであればいくらでも待ちますよっていうスタンスで、ね、追加公演はありませんでしたね。え、でもね、後々え、あると信じてるよ私は。こんなさらっと終わるわけないもん。でもまだツアーは終わったけど、活動はまだ終わってないから、これからですよね。確かにツアーはもう今年、今回が最後だったかもしれないけど、活動はまだまだ全然ね、始まりますから。9枚目から確かに最後じゃないよ。よしよし、これからだよ。これからです。いや、楽しかったです。昼夜リベンジ沖縄のサーヤンがすごい、なんかシーサーのストラップをくれたりとか、すごいなんか、え、結構誰よりも沖縄楽しんでるよね。なんか前回来て、延期になったじゃないですか、その時7人で来たらまたお揃いのシーサーを買うっていうのを夢にしてて、ね、私も、でもね、買いに行けないからみんなで。え、だからさ、昨日の夜なんか同じ部屋だったんですけど、なんか机の上になんか7つ以上もうなんか9個ぐらいシーサー買ってるんで、あれがなんだろうってちょっと思ったけど、そうまさかのメンバーに3個セットなんで。あー、なるほどね。どうしても9個しか買えなくて。え、残ったシーサーどうしたの？マネージャーさんに絆だ。もう今今日来たマネージャーと2人にちょうどよく。ああ、よかったよかった、ワンチームって言ってて。シーサーいただきました、ありがとうございます。嬉しいさ。嬉しいさ、喜んでくれたかな。喜んでて、今日マネージャーさん誕生日だったんですけど、ね、やっぱ沖縄だからあのラフテーにろうそくさして誕生日ラフテーあげました、みんなで。すごかった、ね、香ばしかったもんね、匂いが。最初チョコレートと思ったらしいんですよ、チョコケーキと思って近くに来たら、どんどん肉の匂いがラフテーのすごいラフテーの香ばしい香りが、香りがして、バースデーが違うなと思った。そう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 、楽しいライブでした。あー、ありがとう。で、瀬戸内追加してほしいね、確かにみんな言ってるよ、みんな言ってる。本当に今日は発表があると思ってた。みんな言ってる、それも、メンバーはあると思ってなかった。なんか黒い服着たスタッフさんが、何回もこう頷いててないですよって。で、大人が見に来てるとさ、発表あるんかなって思ってしまうよね。それ最近気づきました。え、でしょ、大人がおったらさ、そう、なんかこう普段はいない、ちょっと、なんか偉い人たちが見に来てたら、そう、最近気づいた、なんか先輩方が、でも今日はなんかそう、あの人いるよみたいな、来てるから、そうそうそう、何かあるよって言ってたけど、今日はただただ見に来てくれた。そう、ありがたい。そういうパターンありますよね。その本当に見に来てくれただけのパターン。元日公演とか
ね、なんか元日公演とかさ、うん、もうすごいぐらいさ、フルメンバーってぐらい、ね、もうそうそうたるあの偉い人たちがいっぱい来たったらさ、うんうんうん、見に来てくれただけだった。そう、びっくりしたね。でもただ見に来てくれただけだった。初めてっていうことで見に来ました。ありがたや、優しい。どうもありがとう、ありがとう。沖縄行きたかっただけでもね、満喫してた。うん、沖さん先輩です。先輩沖さんです。サーヤンです。沖ぽさんです。沖ぽです。今日あれソロでしたね。ソロ歌唱でしたね。あ、実はそうソロ歌唱だったんですよ。そうなんですよ。なんか出てくるとき沖ぽえ違う、あのねそれリハだけだよ。あ、リハだけかリハで、そう、それでも好きだよやったんですけど、そう、沖ぽって紹介するのが違う、なんかあのなんか喋ろうと思ってイントロでさ、リハの時はまだ何も考えてなくて沖ぽだよって言って出て、大丈夫なの、本番はちゃんと沖縄楽しんでますかって言ったちゃんと。なんかちょっとびっくりして私さ、煽りとかさ曲中の、うん、なんか煽ること忘れとってさ、うん、よく、うん、なんか曲の中でなって始まってから、うん、やばここの曲煽るんだとか思ってなんか変なこと言っちゃう時があって、今日もね、なんか沖さんもあるんだそういうの。あるある、今日も変なとこで変なこと言った気がする。なんとかメンソーレって言っちゃった。なんとかメンソーレ、私サーヤン好きよ、あの TDC の。皆さん一緒に歌って踊って走ってください。やめてくださいよ走れない。あのテンパったサーヤンの煽り、走ってくださいって、うんうん、みんな走るしかない走れっていうね。あの瞬間すごい全部忘れてすごい全部忘れた。あれめっちゃ、うん、温かかった。猪木さん良かったですよ。いやもう走るしかなかったよ、うん、走るしかなかったですよ走れたからね。走れたから、うん、間違ってはない。そうそうそう、気持ちを走ってきました。確かにね、本当に走ったら面白いですよね。走ってください。サーヤンの高尾探偵もようやく終わりましたし。本当ですよ、ね、一人だけあの、うん、すごい打ち合わせの時間が非常に長かった、うん、ね、そうね、本当にあのサーヤンだけさ高尾って呼ばれてさMC の打ち合わせに一人だけいつも連れてくれて。そうなの、私みんなより30分ぐらい毎回時間なくてあの高尾探偵の高尾探偵の MC があるから、うん、本当に自分の時間なくて。えでもさ、うん、高尾探偵の時のさサーヤンすごい、うん、もうなんか乗り本当に乗り合いとってたよね。なんかもう今日特に今日ですか。え朗読劇より乗り合いとってたんだよもしかして朗読劇よりもう入り込んでた。え今日ですか。今日っていうかいつもいつも、もうなんか初回からなんなら。あえ本当に、うん、そう、うん、もう何が入った高尾探偵だったもんずっとえあれあのセリフはアドリブ。セリフは、うん、あでもある時もある。アドリブなんかためにさなんとかだみたいな、あよく言うじゃん。アドリブの時結構ありますね。えすごい。でもそのまま書いた時もありますよ、なんとからしいなとか。あえ今日のさ、うん、サンドイッチ食べてんだよははうん、ちゃんと台本ですあれはちゃんと台本ですちゃんとページめくってから叫んだんであれはもうしっかりと台本です。しっかりと台本ちゃんとページめくってなんか高尾探偵もう綿密にもうガチガチに台本が試されてる。2枚ついてたから、うん、めくりすぎちゃってやばいやばいと思って戻したらなんかすごい間が空いちゃってなんかちょっと覚えようよなんかさ全部台本ばっかりだからやばいやばいと思ってやばいやばい。ああそうそうこれと思って。高尾探偵実は裏に影が見えるな、うん、いや本当に、うん、でも本当にそうですね。めっちゃ面白かった。自分一人だけではないです。うん、影のね、いろんな方の協力が今日もね、そういう照明さんにも協力していただいて。え、ね、知らなくてびっくりした本当に。そう、ちょっとサプライズだったんです、うん、ちょっとね、照明を落として
サスを当たってたもん。私だけにサスがスポットライト当てて、もうあの本当に主役ミュージカル始まるのかってぐらいの主役のサスが当たって、練習じゃなくて、あ、そうなんだ、ぶっちゃけ本番ですごい綺麗な、綺麗なサスを高はできるかすごいさ、やってみますって、なんかすごいプレッシャーかかるとこ人と違うよね、みんなとなんか別のところで本当に、うん、いやよかった、うん、いい締めだったね、本当に ね、うん、どうなったか分かんないけど、うん、でもちょっとなんか To be continued みたいな感じだったんですよ続きがもしかしたらじゃあ追加公演とかですごいスタッフさんがあの、うん、好きらしくて、え、高尾探偵、高尾探偵のことを、え、高尾探偵さ、うん、なんかあの、うん、3分ぐらいの番組化したらえ、なんかあの CM と CM の合間ぐらいにさ、ちょっとそこまでなんかそこまで、うん、いい気がする、うん、でも本当になんかそう、なんか寂しいっていうか To be continued なんかしましょうみたいな、え、いいじゃん、感じになってて、え、あのさ、うん、使われなかったネタってあるの、結構ありますよ、まだ、え、めっちゃ気になる、すごいちっちゃいのがいっぱいある、あ、ちっちゃいのステージで言うぐらいでもないそう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 、ちっちゃいやつかね、そう、なんか評判がいいって、でもこれ評判がいいんですって言われて、うん、え、でもそれもうスタッフさんの中だけでしょって言ったら、うん、結構いろんな方が、え、いいと思うよ、だって私もめっちゃ楽しみだもん、その時間が、そうなんですか、うん、でも、なんかそのそれに対してめっちゃ、うん、サーヤはめっちゃ面白いのに、それに対して面白いなんか答えができなくてもう歯がゆい自分たちがめっちゃ面白いし心から笑ってるのになんて返したらいいのか分からんくて、あの謎の間ができるのが申し訳なさすぎて、私らもなんか鍛え直しに来た、本当にすごい盛り上げてくれて今日なんかすごい千代さんと奥さんがすごい笑ってくれて、いや面白かった、今日毎回、うん、なんかリンコちゃんネタめっちゃ面白かったリンコはね、リンコちゃん面白いよね、なんか初めて見る人種すぎて、ね、面白かった、最初なんかないなと思ったんですよ、うんうんうん、あ、リンコちゃん全部配信で言っちゃうから、あ、ないなと思ったけど、うん、だって今日のことだったもんね、そうそうそう、今日のこと今日びっくりして急にできた感じで、私が朝ごはんサンドイッチ食べてたら横でもうフェイスパウダーポッ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 、え、もうなんか思ったんよ、リンコちゃんがなんかさ、うん、化粧してる姿見たらさ、粉すっごい待ってるしかも力もさバン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 、なんか吉崎あと5分で準備できるって言われたら、なんか言われた時に、あー、もうめんどくさいパパパパみたいな、みたいなビンとするぐらいの粉の畑きちゃったよ、ね、本当にそう、びっくりして、もう本当にそう、丁寧なんやか、なんだか雑なんだかよく分かんなかったもん、目の前が本当に急に霞見えるって言い出してもらう、ね、え、なんかこう、え、何これなんか白いと思って横見たらパパパパってしてそう、隣だったのご飯がいや面白い、絶対ついてるわ、リンコちゃん足つっとるらしい、なんか、え、何、乗り物移動中に、うん、急に、うん、痛いって言ってるもうさ、なんか事件起きすぎじゃない、なんかポテト食べてさ酔ったりとかさ、いや、さっきもツイッター見て笑ってたもん、ね、なんか足つったのか、なんかそう、足もつってそう、血悪い、なんか変なとこ詳細で面白いんですよね、ね、なんかフライドポテト食べて、うん、なんか酔ってみたいな、ね、ダウンして配信できましたね私も本当にあんなもう奇想天外な人見たことない、いや、リンコって本当に愛される子なんだね、面白いよね、 PR 舞台じゃなかったらもう知らなかった、そんなリンコちゃんが、うん、そう、ね、今日の感想とかもなんか最初叩かれててみたいな、ねえ、どこで叩かれたのそれそんなさ、北海道じゃない、沖縄に行けるの嬉しいって言って叩かれることあるって思って、そんな本当に叩かれてるんか、あ、面白い、面白いんだけど、すごい気にしてるのもなんか、ね、かわいい、叩かれたからって言ってあ、確かに面白い、いや、面白かったな、すごい愛されキャラね、うん、今日もさ、言っていいのか分かんないんだけどさ、あの布をさ、なんか足してくださいみたいな、あ、出ましたね、いや、言っていいのかな、どうなんだろう、でも写真見たら一目瞭然よね、結構、いや、本当にそうです、写真見たら分かる、うん、ちょっと、あんま言わんときます、うん、でも多分、まあ、リンコちゃんだから自分で言いそうな気もする、確かに、言いそうだな、うん、あ、面
白かった。うん、あ面白いよ。そうまだまだいっぱい裏話あったんですよ、リンコ。でもガチのやつがありすぎて。ガチのやつね。ガチのやつを。ガチのやつばっかりよ本当に。見せてきたんでしょ、リンコちゃんね。うん、もうすごいよ。いつの間に私リンコちゃんの評論家になってしまったんだろう。評論家になったんですか。なんか着替えてる時のね。うん。あまりにも長いその時間が、着替える時間がなんか遅いのよね。全てにおいてスローモーションで、だからみんなさパッて着るやん、もう長いの、体感5分以上なの、ね、なんかもう目が合うのそのためになんか長いなと思ったら、したらなんか見ないでくださいみたいな言われて、キさんなんか評論家ですかみたいな言われて、違う、私が見てるわけじゃなくて、リンコちゃんがマジでもう本当にずっと視界に入ってくると思って、うん、本当にそうです。本当にそう、本当に、うん、そんな着替えるのが本当に時間を遅い人初めて見た。着替えるまでも長いけど、着替えてる時もすごいなんか、なんか洋服着るの2日目ぐらいの、なんか洋服を着始めて2日目ぐらいの準備の多分、本当になんかリンコちゃんを見てるとでも、うん、人間の始まりを思い出す。なんか私でもこういう時代があったなみたいな。人間の始まりを。なんか、あ、なんか2歳ぐらいの時ってこうボタンとかかけ間違えてたなみたいな。そこまで。なんかそういう気持ちになんか、うん、自分を思い出す存在です。すごいよ。すごい。何でもさらけ出すから。へえ、すごいよね。かまにやった。いや。うん、すごい、なんかサーヤンとさ、うん、あんまりさ、うん、なんか自分のことをさ、うん、あんまり言わないイメージがあるんだけどさ、なんか勝手に言われてそうなイメージがある。リンコちゃんね。いやそうですよ、ね、なんかあんまりプライベートのこと言わないイメージが、うん、サーヤンね、うん、あるけど、確かにね、まあ、でもサーヤンも面白いですよ、楽屋は。え、なんかだ、いや、なんかね、知れば知り、噛めば噛むほどタイプよね。噛めば噛むほどタイプ。スルメだ。スルメ。スルメだ。待って、おもろい、急に。うん、ギャグ線高い。私ですか？うん。え？なんかね、スルメ、なんか面白い。けど何が面白いって言われたら分からん。それ結構言われますね。なんかちょっと変だねって言われて、うん、何が変って言ったら分かんない、分かんないけど変、けど変、そのマイキューのこと言えないくらいにはサーヤも割と変。確かにマイキューさんも、うん、やっぱちょっと、私あのマイヤさんのあのツイートも変だと思っても、あの当たり前やん、うん、当たり前サーヤですね。すいません、当たり前サーヤ、当たり前サーヤ、当たり前サーヤンさ、当たり前サーヤ、違う、当たり前そうやんじゃない、うん、気まずい胸キュンセリフさ、うん、たまにマジでわからん時あるもん。あの唐辛子のやつなんだっけ、前も言ったよね、その話、うん、なんだっけ、唐辛子で口についてるよみたいな、わからんみたいな、なんでみたいな、ハバネロ、ハバネロ、あ、ハバネロか、うん、いやわかんないよ。どっちにしてもちょっと急に降りてくるんですよ。パッてね、神様が、ね、あ、これちょっと気まずいかな、いつもならご飯粒ついてるよって言われるやつだけど、気まずいよ、ちゃんと表さんとき、そう、ハバネロにしたら気まずいよなと思って、うん、神かよ神かよ神かよ、やっぱちょっと理由もね、うん、ちょっとあるから、た確かに一個一個にね、ちゃんと理由が、理由が神だ、そう思ったら見方が変わってくるっていう、確かに頭いいんだけど、ちょっとね、こだわりを持たせるの好きなんですよ、裏、確かに裏ルールっていうか、え、全部解説してほしい、後ほど、なんかいつから1年のさ総まとめみたいな。めっちゃめんどくさい作業してほしい。だから本当に最長1時間クオリティとか、え、結構1時間朝起きて考えて、あ、そうなんや、降りてくるまで、じゃあ妥協しないんだ、う
見方変わってくるかも。なんかそうなってきたら一瞬でこうもうスワイプするんじゃなくてこうじっと見て自分も考えようってなるでしょ、ね、なるほどね、面白いな、うん、実はそうなんです、そうなんです、深みがあったね、深みがある奥深でさ私めっちゃさ、うん、多分誰も気にしてないと思うんだけど、うん、サーヤンのキャッチフレーズの時に、うん、爽やか優しく早くお寿司がないやんの時あるじゃん、うん、はい、あのお寿司握ってるよ、え私うそ、実はね、そうだ、誰も多分知らないと思うんだけど、うん、一丁上がりってしてる、うん、待って見たいんだけど、そう実は、ね、初めてですか、実はお寿司を握って見たい、 PR 舞台推しの時も、うん、サーヤン推しの時にあのお寿司握ってるお寿司出してるんだ、今日も出してきた待って見たことある人いるかな、どうだろう、あんまいないと思う、何やってんだろうって感じか、いないですよ、人密かにやってる、うん、本当に密かになんですね、そう、ちょ、お寿司かな、実は実はすぎるね、うん、初出しな、マグロかな、赤だったら赤身だよね、確かに赤身で、確かに赤と卵でやってます一応そうだったの見たい、そう、私今日はもう目撃しましたよ、何、奥さんの春夏秋冬のあの怖いやつ、それさアーカイブ見てさ、あの MC 確認し、私の生誕祭のなんかアーカイブで MC でサーヤンがやってたやつね、なんかすごいさ春夏秋冬ってああいう曲でしたっけって言って、なんかすごい私がさ圧をかけてるみたいな MC を見ちゃいましたか、なんかそんなつもりないんだけど、指とか動かしてるつもりないんだけどね、全然、なんか普通に君の視界に入ってくるのそんな揺れてる私視界に入ってくる、嘘、本当に言葉一つ一つ君の言葉そんな動いてない、私はちゃんと歌詞に君ってあるから君の言葉、いやいやいや忘れないよって、こんなに振ってないよ、私すごいですよ、嘘、振動が伝わってるメトロノームじゃないのに嘘、うん、そんな指動いてた、嘘、ちょっと気をつけよう、うん、すごいですよ、やばいね、振動うわーって感じ、多分私がされたら圧で死んじゃう、やばいやばい、全然そんなつもりなかった、うん、無意識だ、しかも毎回だからすごいなと思って、あ、そう、毎回、そう、今日はそれしないとかじゃなくて毎回君のことはすごい顔ででもそれ MC で言われてからちょっとなんか、うん、若干気にするようになっただから動いてない時は動いてないんよ本当に、多分そうですか、そう、いやスンって君って、うん、あ、やっぱ奥さんにとってもそのやっぱりあの曲のね、そうちゃんと、ちゃんと、ちゃんと、違う違う違う、私もちゃんと肉声のお手本にやってるから君なはずなんだけどね、やっぱ人によって違うね、春夏秋冬は、人によって、奥さんにとっての奥さんにとっての春夏秋冬は、そっか、うん、ちょっと頑張ります、うん、思い出方が違うからね、人によって人によって解釈がすごい、私の解釈やばいやばい、そうそう、奥さんのね、ずいぶん前に指輪されて失神しそうになったよ、失神ってなんかちょっとなんか大丈夫なんかもうホラー体験した人みたいな、なんか大丈夫かいね、やばいやばい、気をつけて、いや見てほしい、本当に今度サーヤにやるわ、うん、レッスンの時、お、嬉しい、ちょっとどんな気持ちになるか、今ちょっと失敬だけど、もう全ての、まあ、目という目をもう穴という穴を開いて、そう、すごい、なんかね思うんですけど、すべてがリハ中も思うんですけど、何奥さん本当にリハ中もずっと目が本気なんですよ、目が本気って何どういうこと、わかるかな、奥さんのパフォーマンスって本当に、うん、目が本気で、目が本気って、ね、全部目になんかやっぱり力が入ってるとか、ありがとう、なんかそう感情っていうか、なんかちゃんと光ってるからすごいなと思ってて、ありがとう、光ってた、リハ中も光ってるんです、リハ中光ってる、そうだから、そうだからこそやっぱ視界に入ってきて
ちょっと怖い、恐怖じゃん。そう、目も合ってないし、ただ手が震えてるだけだけど、そんなリハからそんなこんなんしてないよ、もうどんだけみたいな、そんなことはないですよ。もう褒めてるのか褒められてないのかも。リハ中も私も、ね、目にね、そっちから入れんとなって。ちょっともう今度からもう決まったか、うん、すごい本当に。やばい最初私沖さんと目が合わせられなかったんですよ。なんで？一番最初に初めて喋った時とか、そう、なんか沖さんの目見れなくて。なんで？なんかなんだろう、すごい、うん、多分魅力的な目だと思うんですけど、ほう、なんか見つめられたら私なんか引きずり込まれて、なんかどこに どうにかなっちゃうと思ってどういうこと。吸い込まれるって、目に吸い込まれるってこういうことかって。どうなんだろう。でも今日マイキューになんか、ね、うん、マイキューが寝てて、うん、起きた瞬間、起きちゃん黒目しかないよって言われてまた寝たんよ。だからすごい私なんかちょっとあの目に若干コンプレックスを抱きそうな。どういうこと？なんかまいちゃんが寝てて、うんうんうん、でなんか私まいちゃんの目の前に座ってて、まいちゃんがパチって目開けて、うんうん、私の方見て、おきちゃん黒目しかないよって言って、その後寝た。私白目ないのかなと思って。いやいや、そういうことじゃないです。白目を見せようと思って。いやいやいや、ちょっと気持ち。いやそういうことじゃないですよ。こうなっちゃう。黒目ってやっぱりあった方が良くないですか？まあ、黒目ないとね。そりゃね。でも私も黒目多いって言われます。あ、本当に、うん、まあ、可愛いよね、きっと黒目がちなのもね、うん、なんか突然黒目しかないって言われてさ、白目ない私って思って。ちょっとね、黒目大事ですよ。今日おきちゃん白目少なかったよって言われてる。待って、もうね、あるよ白目、ね、すごいのよ次元が。そんなもう二人の次元がすごいの。いや、うん、可愛いと思ってください、黒目口なのはね。ね、可愛いですよ。ね、柴犬みたいじゃんね。うん、確かに。ね、ワンちゃんみたいな。うんうん、だと思っとこう。うん、だってカラコンつける人もいるからね。確かにね。うん。ヨキさんつけなくても大丈夫なくらいの。全部黒目のカラコンあるの知ってる？え？なんかね、全顔カラコン。へえ。白目にまでつけれるカラコン。すごい。今度それつけて出ようかな。もうどう本当に白目がないっていうのはこういうことだよ。そう、こういうことだよ。こういうことなんだよ。ことをね。うん。あ、千代さんも。千代さんもステージ上すごい。え、キラッキラよね。目がすごいですよね。ね、千代さんさ、もうまつげもさ、バサバサ時期にさ、もうなんか目がローマ、そう、ローマの彫刻みたいな。そう、なんか。まつげ上も長いし、ね、下も長い、なんかすごいもうバサバサで、もうすごいなんかびっくりする。そう、ね、本当にそう、うん、私もう神声シティとかもね、千穂さん結構もうなんか多くない？めっちゃ、うん、すごいイメージある。神声シティで調べたらなんか目がキラキラのイメージ。あ、ほら神声しててもすごすぎるってね、なんか瞬きしてないよね、しかもずっと開いてる。本当にしてないんだろうなって思うぐらいの、ね、千代さん、かわいい、うん、バサバサですよ、うん、バサバサ、うん、千代さんのオーラが、千代さんらしいオーラがあるなってね、なんかみんなそれぞれさあ、うん、違うよね、うん、PR 歌いって結構バラバラじゃない？なんかパフォーマンスの仕方も、うん、出してる色が全然違う、ね、こんなに違うんだって感じ。うん、バサンヌなんか、うん、なんかどうなんだろうバサンヌどうなんだろう、いいのかな。パパ譲りだって。あ、そうなんだ。へ、目の色、あ、めっちゃ綺麗、目の色茶色、うん、薄い茶色ですよね。めっちゃ色素薄い、羨ましい。あんなに薄い茶色あんまりいない、うん、PR 舞台。なんか今日のさ、うん、ライブ、うん、なんか今までで一番、うん、なんかみんな壊れてませんでした？壊れてた。なんかもうなんか仲の良さが爆発しすぎて、うんうんうん、壊れた。なんかストッパーが全部外れて、全部外れて、なんか何やってもいいみたいになってしまって、うん、もう、PR 舞台推しとかやばかったくない？やばかった。もう、う
もうなんかさ、うん、なんかすごい声いっぱい聞こえたくない？なんか自分が歌ってるところでさ、なんか人の声がめっちゃ聞こえる、うん、なんかすごい聞こえた。そう、もう無法地帯本当に、うん、なんか私しかもさ、なんか、ま、いろいろ振りとかをこれやろうみたいなのを直前に決めて、うんうんうん、なんか、うん、マイキューの愛媛推しで坊、うん、ちゃん団子っていう時にバレエしようみたいになって、うん、なんか私バレエするにあたってなんか声も坊ちゃん団子ってなってしまってなんかちょっとオペラチックになってしまって、なんかそれに一人でつぼってもうそっからずっと笑ってしまって、もうなんかね今までで一番無法地帯な、あの時みんなでなんかバレエのねえなんかポーズとかしてて、そうパッセパッセとか言ってた。おもろい。坊ちゃん団子。おもろい。なんかもうすべてに、うん、やばかった。だから千代さんも家全員で言ってませんでした。家言ってた。千代さんが家言ったら怒るから、うん、そうそう、もうなんかこれ見よがしに家って言った。逆に怒ることをするっていう。広島推しの時さ、そんなの関係ねえって言っとったよね、うん、千代さんとりんこと宮地までそんなの関係ねえって言ってた、うん、ちょっと定点で見たかったな、うん、私あれ初見すぎて、え、そうなん、びっくりしました。なんか練習しとったよ、うん、宮地までそんなの関係ねえしよって言って、そんなの関係ねえおパピーって言ってた。意外と千代さんとりんこのりって、え、なんかあの二人千代さんりんこちゃん好きよね、なんか好きですよね。なんかノリすごい、うん、なんかノリが広島のノリだ、うんうん、広島ノリがあるのか、広島ノリだね、あれは。いや面白かった、すごいよね。あと最後みんなちょっとおかしかった、やっぱり MC とか、えー、ね、おかしかったよね。マイキューさんとかもなんか確かに何だったっけ、なんか言ってましたよね、言ってた、なんだっけ、マイキューも結構ノリがすごい言ってた、うん、で、奥さんがちょっと圧、圧ちょっと圧かけてなんかファイナルっぽいこと言うみたいな、あーそうだ、うん、でちょっと喧嘩みたいになっちゃって、喧嘩の入り口になっちゃって喧嘩の入り口やばいやばいってなって、そうそうそう、マイキューの様子が、いや楽しかったな、うん、仲の良さが深まりに深まってしまった。いや本当です ね、 横浜と全然ね、なんか横浜の時さまださなんか楽屋とかもさ、うん、そんなにすごい騒がしくなかったのにさ、うん、し PR 舞台押しとかもなんかフリーのところがあっても割と一人でやってたのにさ、うん、もう今では、うん、ね、びっくりですね、長い月日って長い、いや本当にね、だってもうずっともう1月とかずっと PR 舞台と一緒にいる気がする、うん、ね、一番長い、一人でいる時よりも長いね、昨日もいたしみたいな、一昨日も一緒だったし、うん、明日も一緒だしみたいな、なんかね、そうなんですよ、ありがたいですね、ありがたいよ、うん、ありがとうございます。いや追加公演したいですね、やりたい、でもどうですか、今日発表がないってことは、うん、これから、いやあるのかどうか、あるでしょ、おー、え、どうなんだ、こんなに求められてたらしそうじゃない、そうですよ ね、 ね、え、でもどうなんだろう、なんかフェスとかで PR 舞台で出るとこありそうだけど、うん、どうなんだ、追加公演ってあるのかな、どうなんだろうね、でもやりたい、うん、やりたいですね、いきなり発表でもいいから、うん、ででーんって、うん、言ってほしい、出張公演、確かに AKB さんとか出張公演したかった、ね、まさかの、ね、NGT さんとか、広島でやってない、広島でやってないですね、瀬戸内でまだやってない、本当にないって言われた時はね、みんなでめっちゃって言ってねえやると思うんだけどな、うん、AKB シアター、あ、行きたい、めちゃくちゃ行きたいです、
今んとこ予定はないけど行けたらいいなって感じ。2月2日に MV と一緒に発表。確かに。なるほどね。それはその手があったね。あるね。まだ許されてるね。その手があるよ。うん。でもみんなが揃ってる時に。確かに。じゃーんって。今さ、あの、うん、配信とかやったらめっちゃ盛り上がりそうね。あのさ、もうあの役割決める時の配信さ、めっちゃみんなもう探り探りだったよね。あの。マジ面白い。私が好きだった。お話か。あ、そっかそっか。うんうん、もう今やったらもうねすごい盛り上がりそう、うん、あの時なんかすごいよそよそしかった、ね、よそよそしかったよね。まだすごい団結しました、うん、中はね、うん、すごい良かったの、その頃から良かったけど、うん、やっぱりお互いのなんかね、なんか個々では仲いいけどみたいな感じだった、うん、楽しみこんなになると思わなかった。え、ね、すごい、もう適任だよ、サーヤン適任。あれすごいですよね。あれなんだっけ、投票じゃない？あれはガラポンじゃない？ガラポンが結局難しくて、あ、そうだそうだ。なんか9時かな、何でやったんだっけ、ね？9時だ、9時で決めたんだ。せーのって言って。すごいね。だってさ、うん、最初さ、隠れ話、裏話って何みたいな感じだったじゃん。どうするのみたいな。あんないい。ねえ、うん、高尾探偵ができるなんて、そう、まさかのまさか。ねえ、なんなら一番成功したまであるよ、うん、台本見てびっくりしましたからね。ちょっとコーナーがあるんだ。いや、めっちゃ私好きよ、高尾探偵。ね、嬉しい、うん、もうある時はもう本当に崩れ落ちてまで笑ってたよ嬉しい、うん、サーヤンともね、仲良くなりました。ねえ、もともとそんな、ね、うん、仲良かったもんね。もともとね、本当に、うん、よく話す先輩で。でもサーヤンってさ、よく話す先輩いっぱいおらん？めっちゃさ、いろんな人と仲良くない？そうですか、うん、逆にさ、うん、そんな喋ったことない人おる？だって。え、なさそう。でもまだ、あ、まだあんまり話してない先輩います、ね。まあ、まだいる。やっぱユニットとか違うと。ああ、うん、そっか。そうそう、なんか、あ、うん、あんまり会えないから。そっかそっか、ユニット確かに、ユニット大きいね、うん、そうそう、ユニット大きいですね。確かに私もユニットじゃないさ、うん、だから選抜とかじゃなかったりとかしたら、うんうん、あんまり話す機会がなくて。でも花垂れででも、うん、一緒になって話す機会増えたか、うん、会う機会とかね、レッスンとかも変わってくるから、レッスンも、うん、確かに確かに。仲良くなったきっかけ、やっぱりあれですかね、朗読劇。朗読劇、確かに、うん、その頃からずっと一緒にいて、うん、そうだね、結構一緒ですね。でもなんかいつからさ、うん、こんなに話せる、なんかあの上辺の会話じゃないなんかさあ、わかる、なんかじゃないのが、あの、よそよそしい感じじゃなくて、なくなったのがいつなのかがあんま覚えてないんだよね、うん、なんか気づいたら部屋がすごい一緒に、ね、なるのが増えて、うん、サーヤン自分から話しかけなさそう。サーヤンね、うん、結構話しかけるよね。そうですか。え、なイメージ感じ、なんか話しかけるっていうか、うん、なんかうまい、なんかこうやってこうですよね、なんかこうなんですかねみたいな、なんかその話題の作り方が自然そんな、なんか、そうですか、自然現象に対してこう話しかけてくるみたいな、これこうですねみたいな、なんかなんて言うんだろう、なんかすごい、なんかあの本作ってほしい、なんか自然に始まる会話のなんか始め方みたいな、あのなんかあのなんか啓発本みたいなの出してほしいって思う。そんなですか。多分売れるよ。嘘、うん、いや全然そんなことないですよいや無意識だったらもう本当に、いや本当に天才。いやいやいや、うん、セミナー開いてほしい。セミナー、いや私話すの苦手だからないや、めっちゃいいよ、超苦手だから。そう、うん、意識したらあれなのかな。じゃあ確かに結構無意識が、ね、無意識なのかな、結構あれかもです ね考えずに喋りかけた言葉が、うん、そうかも、なんかめっちゃいいみたいな。そう、狙ったらダメなんですよ。あ、
なるほどな、うん、そうだそうだえ、そう、そんな感じだったんですね。そうだね。そう、あの初日の出一緒に見に行ったの綺麗だったね。いや、エモかった。あれそう、あれ笑顔のチャンスのね、うん、あの歌詞も、うん、朝日の歌詞があって、うん、それもあってね、なんか一緒に行きたいなって。あ、そっか、もうその時にはあれか、うん、撮ってたのか、うん、なんか歌詞もしてたから。そうだ、話したね。なんか初日の出見ながらさ、笑顔のチャンスも、そう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 、なんかいくつもの赤ってこういうことなのかなみたいな。そう、白と青が混ざったね、夜明けの色みたい。空って200色あんねんないくつもの赤、いくつもの青があって、いくつもの青や赤があるねんなやばい、もうず誰もあの人になっちゃう本当にダメだ本当に。好きなんですよね。いい曲よね。本当にね、うん。振りもめっちゃいい、可愛い。振りね、うん。エモい曲です。すごい覚えるのにすごい時間かかる。ね、あれ難しかったよね、なんか。うん、MV もぜひ楽しみにしててください。なんか右マイク持ちが最初。うん。あ、なんかマイクの入れ替え大変よね。そう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 、サーヤンと誰かがね、なんか誰かが一番多かった気がする。あ、そうですそうです、ね、マイキューかな。なんか右マイク持ちで、うん、右に流すとかがすごい。いや、わかる、難しいね。珍しくて、私もこんなに右マイク持つことあんまりなくて、うん、そうそう、なんかいつもやっぱ左で持ってるからですよね。ね、右利きだから。そう、なんかいつの間にか私左手に持っててマイクいつの間に左手に持ってるんだか自分でも分かんない。そう、なんかすごいね、マイク右に持ったり左に持ったりするんですけど、うん、ややこちいんですよそれは、うん、割と。そしたら今日本番中に、うん、星を強打して、えマイクを、危ない、ゴンって言っちゃったんです。うん、気づきました。え、でもたまにさ、うん、メンバーがさ、なんかどっかしらにマイクぶつかっとよく聞こえるんだよね。ステえあれ多分客席にも聞こえてるから、うん、なんかステージ上だからなんかな、すごい大丈夫みたいな、コンみたいな、そう、ね、音する。めっちゃ大きな音。私もたまに歯が当たって痛っってなる。やばい、歯やばい、ポってなる。歯やばいです ね、うん、最近、まあ、TDC とかもそうだしさ、うん、今日のソロの時もそうなんだけど、なんかイヤモニをつける機会が増えてから、なんかみんなの声がより聞こえるようになって、うん、確かになんか今まで、うん、なんかソロ以外ってさ、割と歌割り2人とか3人だから、うん、なんかこの人の声っていうのがあんま分かんなかったんやけど、うん、なんかイヤモニし始めてすごい分かる。いいか、めっちゃいい。なんかサーヤの歌とかめっちゃ好き。恥ずかしい、恥ずかしい。でもイヤモニしてたらなんか声量ある人が結構強いけん、うんうんうん、もうずっとリンコちゃんのなんかね、最高かよとかもずっとリンコちゃんで最高かよって言ってリンコ、リンコ叫んでませんだけど、ね、え、リンコちゃん歌めっちゃ上手くない？上手い、上手いよね、うん、え、なんかいろいろ歌ってほしいね、声がいい、うん、すごいね、なんか、うん、しっかりって書いて最高かよなんかすごい結構切りません？なんかね、最後、うん、わかる、ちょっとオリジナリティあるよね、うん、ちょっと癖、うん、リンコっぽい。確かに。いやさ、夏の好きにご用心、好きはご用心さ、うん、リンコちゃんとサーヤンの歌声じゃけんさ、うん、個性と個性がぶつかってる、うん、私すごい声が馴染むんですよえ、いやでもね、サーヤンの歌い方って結構なんか特徴的じゃない、うん、割と。そうですか。なんか歌、うん、全然なんか混じってないよ、普通に。うん、分かりやすい。え、なんか私が多分、うん、オーダーにしたら、うん、すごい広いやつで、あ、広いやつなんだから、うん、それの上に、うん、みんなの声が合わさったら、うん、私がすごいベースになるみたいな、わかるわかる、すごいベースになるんですよ、ね、なるほどね、うん、っていう感じで、まあでも馴染むな、いいじゃん、安定感の元じゃんそれ、そうそうそう、いや
いい。オキさん、なんか歌声すごい、なんだろう、かわいい。ありがとう。なんかめっちゃ声高くなりますよね。なんかね、歌だと低い声が出ないっていうか、うん、多分音域がめっちゃ狭くて、へえ、うん、高い音域なんか低い声を出そうとしたらもうなんか本当におーってなる。なんか多分オペラみたいになっちゃうから多分そう気合ってないのかな。なんか一個上で歌ってしまう。しかも音程なんかすごい、なんかカラオケのあの音程機能100点ぐらいの。いいえ、それは言い過ぎ。絶対本当に本当にすごいな、裏返ったり、うん、ひっくり返ったりしないからすごいなと思って。高い声でも、確かに地声だかもしれないですよね、うん、普通裏返るあのキーのところとかでも褒められて全然。これがもうあの自己啓発を言ってください。これがサーヤンの話術です。ちょっとやこれはサーヤン力です。これがもうあの表紙に書こうすごい褒め、まあ、恥ずかしくなってきた。いや、もう褒めてる。ありがとう、ありがとう。普通に話して思ったことを言ってる。長いもんだって褒めるのがもうそんな褒めてくれるってぐらい褒めてくれる。嬉しい、ありがとうございます。褒められて伸びるのでね。伸びます。嬉しそう。いや嬉しい。なんかサイヤと話してたら自己肯定感が高まってるちょっとメンタルヘルス高尾クリニック必要かもしれない。ちょっといつでも話しましょう。いつでも話します、うん、私がじゃあ今日オキポ探偵サーヤン情報一つ。何ですか、怖い。サーヤンはアミノ酸って、うん、あでも皆さんじゃない、あのエナジードリンクをよく飲むんですけど、うん、昨日ペットボトルの結構大きめのエナジードリンクを買ってて、うん、明日の公演に備えるのかなって思ってたんですけど、うん、今日ホテルの冷蔵庫に忘れていってエナジードリンクが足りなくなったサーヤンはマネージャーさんにオロナミン C を買ってもらって一人で一本開けてました。恥ずかしい。今日もチャージしてました、エナジーチャージ。そうなんです、もう耐えきれなくなってすごいもうなんか耐えきれなくなって元気なくなっちゃって。どうなのそれ、大丈夫？そう、いや本当飲んだら元気になって、なんかさ飲みすぎてさちょっと悪い方、なんかあの切れたエナジーが切れたみたいなさ、なんかでも本当になんか薬だなと思って。中毒性増しとるよ。本当にいい薬ですよ。うん、エナチューって言われたけど。いやでもね、やっぱり今日はちょっとそう、うん、元気な出なかったんですよね朝。ああ、うん、飲んだらもう。そうでも飲んだら元気になりました。本番始まったらもう関係なくなる、やっぱ、うん、まあね、アドレナリンがね、うん、出るからね。でもさやっぱその状態でさ。うんうん、本番ガッてあげたらさ、うん、終わった後バンって下がっちゃうじゃん。確かにそれ分かりますね。やっぱそういう時に、うん、エナジーなのかな、うん、やっぱエナジーあるないと全然違いますあるとないとじゃ全然違います、うん、今日もね持って帰ってきました。えエナジー、うん、やばい。いつ飲もうかなえ寝れないとか飲んだら寝れんくなりそうじゃない。なりそうですかね。エナパする。エナパすごい今エナパしたい気分。えマジえやる。いいよ深夜のエナジードリンクパーティー。やばいマジで眠れなさそう。やばいね。味が美味しいの。味美味しいね、わかる。そうそうそう、眠れなくないさ。でもさ、うん、なんかもともとなんか海外とかでは元気にパーティーとかするためのものらしいよ、うん、なんかそういう仕事とか体調不良を無理やり元気にするために飲むのは日本人だけなんだって、うん、エナジードリンク。あそうなんだ、すごい、うん、なんかやっぱり文化の違いとありますね。ね、なんか海外は楽しむために、うん、あの元気出すみたいな。へー、だからエナパもありだね。ありですね最近本当にそのそういうのありますよね、ピザの食べ方とか。あね、なんか最近、うん、なんかね、うん、ピザパしてね、うん、そうそうそう、なんかイタリアだっけピザの本場って、うんうんうん、イタリアの人はなんかのパンの耳食べないみたいな、ピザの耳なんかお腹いっぱいになるから食べないみたいな。すごいですね、持つためにあるんですよね、手が汚れない。
かな、うん、もったいないけどね、うんうん、らしいらしいね。すごいなんか食べれた全部この間ピザパしました、うん、PR 舞台で、ね、美味しかった。でも逆にねそこが好きっていう人もいる。あね、ピザのパンの耳とか、うん、チクパンのパンの耳が好んで食べる人。え、私も割とパンの耳好き。食パン、うん、割とメインパンの耳。真ん中じゃなくて？真ん中も美味しいけど、うん、耳があってこそじゃない？あ、それはありますね。うん、好き。あのパンの耳をココアにつけて食べるの好きだった。うん、おしゃん。おしゃんなのかなこれ、うん。おしゃんか。おしゃんかわかんないけど。絶対美味しい。美味しかった。うんうん、あ、揚げたら美味しい確かに。あ、揚げ、揚げ食パン。なんかラスクみたいなのが有名だよね。うん、何でも褒める。いや褒めるな、もうなんか何言っても褒められそうじゃけん、ちょっと褒められなさそうなこと言ってみようかな。違う、私さちいかわのネックピローさ、なぜか勝手に汚れるんだけど。前見た時違う、なんでだと思う。これも褒め、なんか褒めてよちょっと。やっぱりそれ愛ですよ。愛で一緒に過ごした時間が長くて、なんかねずっと持ってるから愛着が、なんかね、うん、戦場にたのかなってぐらいちいかわが汚れてくんの。いやほんなんか黄色くなんか黄ばんでません？黄ばんではないんだけど、なんかね、なんかね使って2日目ぐらいで、うん、こうメイクをしてこう使ったわけでもないのに、うん、なんか汚れてて、うん、なぜなんだろうって、すごい悲しい。すごい私の感じよね、うん、どうしようこのままでさ真っ黒なちいかわになっちゃったら。なんで汚れ、いや本当に分かんないです。それのせいで味ですよ。味かな、うん、味の出たチークは嫌じゃない？え、でもやっぱ私とあやっぱり同じだけど、うん、やっぱその黄ばんでるなんか一瞬で分かる。そう、なんかこの間昨日かなんかさスタッフさんがね、私らのさこのなんかお揃いないよね、私らチークのネックピローこれをね、なんか私とサーヤがあの預けてて、だからどっちがどっちか分かんなくなったみたいなスタッフさんが言ったら、サーヤが「あ、それ汚れてるの大きさの方です」って言ってきた。もう汚れ具合で確認してきたんですよ。ひどい、私の、ね、こんなもう汚れてる方がね、もう即答してきてね。あれはちょっとサーヤン力、サーヤンあれは啓発本に書けないよさすがに。今思い出して笑ってねえ、いやあれさ、しかもさ笑わずにスッって言ったよね。あっち、あれよ、若干モヤモヤしてた、今思い出した。若干モヤモヤしてたこと。なんかさやばい、笑わずに、なんか「あ、それ汚れてるのが沖さんの方です」って言ってきて、飛行機乗る直前ぐらいに、私はそれをさ持ってさ、こうチーカーを見ながらさ、おう、うんみたいな、それはやばい、うんって。あ、やばいやばい、そうなんですよ、思い出してやばい。そう、そんなことがありました。いや本当に今思い出して忘れてたでしょ、もうあの普通の会話として、うん、もう解決を望んでて、うん、その時はもうそんなこと、本当にそういうとこですよ私、本当にそういうとこよ、本当にそういうとこですよ私、うん、時々発しちゃうそのそういうとこだな。ブラックサーヤンって言って、うん、ブラックブラックサーヤン本人も気づいてないブラックが。そうですね、うん、でも昨日さもう飛行機も隣だったし、ずっと隣だった ね、 ね、しかもさ一人部屋かと思ってホテル着いて、うん、なんか開けた瞬間にサーヤンがいて、あれサーヤンだって思って、なんか昨日今日からずっとサーヤンと一緒にいますね。え、しかもなんか、うん、寝る前もずっと話してて、うん、あね、なんか何の会話してたっけ、こんなベッド近いんだよ、もう私今喋ってるのサーヤマジで横にいるんですよ、もう本当にね、手伸ばしたらすぐ見えるぐらい、こんな近いベッドで、うん、本当何話してたっけ昨日。えなんか割と話したよね、割となんか話題が5個ぐらいあって転々としてね、話して急に寝るみたいな、急に寝た、ね、そんなこともありました。うん、うん、ずっと話してますね配信でも。確かにね、話止まんないですよね、止まんないね、うん、そうなんですよ。おもろ。飛行機乗ってたら、うん、竈門炭治郎が副機長で、そう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 、
で、うん、サーヤの方パッて見たんだけど、うん、サーヤめっちゃ疲れて寝てて、え、聞いた？かまど炭治郎のアナウンス。聞きました聞きました。なんかコラボしてて、うん、飛行機と、うん、びっくりした。かまど炭治郎ですって言ってたよね。似てる。爽やかな声で、うん、炭治郎も離陸準備しています。そうね、言ってて、え、シートベルトをご着用くださいって炭治郎に言われて爽やかな声で、ね、爽やかだったね、うんうん、幸せだった。炭治郎乗ってるんだと。ね、炭治郎どころか、うん、煉獄さんとかも乗ってた、ね、どんな絶対鬼出るやんね、ね、こんな二人がおったら、うん、よかったな。あ、もう57分やばい。ちょっと喋ってました、ね、全然喋れますね、まだ確かにエナパするしかないな、うん、したい。ではそろそろ壇上を読みたいと思います。ねえ、お腹の音めっちゃ鳴ってるんだけど、すごい、もうお腹の音が岩ちゃん、ちょっと私も、あ、でもなんか聞こえるんじゃない、多分こう、あ、けたあんま意味ない。いや、もう離れないぐらい近いこの距離だったらちょっと、じゃあちょっと違いますね。はい、はい、ってみます。13位パパパンダさん、12位マッカさん、11トートさん、10位ソリオさん、9位バンボイさん、8位白クマさん、7位カズマリさん、6位スギヤンさん、5位シオさん、4位カバチバさん、3位ペルさん、2位50代独身さん、1位ジェリーさんでした。ありがとうございました。ジェリーさんはタワー大好き、タワーありがとうございました。またお礼するのでお待ちしてます。ありがとうございました。誕生の皆さんもコメントしてくださった皆さんもありがとうございます。なんでここへ、わかんない。猫のおかずさん、猫のおかずさん猫のおかずさん、終わりですよ。あ、ごめんなさい、お疲れ様でした。ありがとうございました。沖縄、ありがとうございました。なんくるないさ、ハイサイ、ハイサイシーサー、嬉しいさ、あ、うん、高尾しーさ高尾しーさって何何もかけてない、本当だ、何もかかってないねやばい、おやすみしーさー、おやすみ、おやすめんそーれ、高尾めんそーれ、サーメン意味わからん、おやすみなさい、うん、何のひねりもなかった、おやすみなさい、バイバイ。終わるかな、終わらないかな、配信ありがとう、 あと30秒だって、あ、意外にまだ時間があった、うん、おやすみ、ありがとう。めっちゃ唇の皮がむけてきょすごいんですよ、喋りすぎたとか、喋りすぎ、保湿しよう、保湿、気まずいタイム入った、これ気まずい胸キュンセリフの時間じゃないそうやん、気まずい胸キュンセリフおやすみ、君の唇かな、あ、シーサーだった、全然違う、大きさやらない方がいい、あ、私できなかった、大きさやらない方がいい、私も入れたかった、気まずい胸キュンセリフ。